長島茂雄、千葉県立桜第一高等学校、現千葉県立桜高等学校に進学後、野球部に入部。ここで特大の本塁打を放ち野球関係者の注目を集める。その後、立教大学に進学し、東京六大学野球で活躍した後に読売ジャイアンツに入団。最多安打10回、最優秀選手5回、巨人軍での4番出場試合数歴代最多記録など数々の記録を打ち立てる。しかし、それよりも大舞台やチャンスに滅法強い記憶に残る選手として知られている。今回はそんなミスターフロ野球の様々な逸話で打線を組んだスレを皆様に紹介いたします。ほんま奇人やで。そうつぶやいた一致は一番目のエピソードを投下していく。蕎麦を食べに行き、店主と熱い蕎麦談義を交わし、蕎麦打ちの腕前を見せてもらって感心した後、注文したのはカツ丼。一番目から気さくすぎる投稿。スレ民たちは便乗して、長島さんの食べ物にまつわる逸話をレスし始める。蕎麦屋で働いてると一番みたいな人が月1ペースで現れるカオス。ワイも牛丼屋でカレー頼んだりはあるけど、熱弁された後は無理やわ。うまいうどん屋があるから行こうと他人を誘っておいて自分は天丼を食べる。何十年も前の話。飯食いに行くとき財布を見て、50万しかないけど足りるか？有名な話。オープン戦のトーナメントで、一人頭100万円の賞金で、1回か2回飯食えるだろってミーティングで言う人だから。食べ物関連のエピソードもびっくりするわよね。ジュース買うのに1万円札でお釣りもらわない。フグは一皿一気に食べる。球団スタッフがベンチ裏でスイカを切って用意してたら、他の選手が来る前にスイカの頭のところだけ全部一口ずつ食べたとか。赤飯を小豆みたいなのが入った混ぜご飯。へぇ、シェフ。サバという漢字は機種変にブルーと書くのかな。ミートグッバイ。やっぱこれが最高にキレがあるわ。スレミンが話で盛り上がる中、2番目の作品が投下される。大学時代愛、リブ、イン、東京、を過去形にしろという問題に愛、リブ、イン、江戸、と回答。発想が天才としか言いようがない。スレミンたちは長島さんの学生時代や勉強にまつわるレスをし始める。2番って大学でこんな問題出るもんなん。真理はわからんけど、ミスターならやってそうな感じがする。というか本人が否定しないんよな。みんながそう言うなら、そういう風に寄せてやる的なことで。ミスターは英語だけ極端にできなかったんやろ。大学の講義でザ・オテヘって読んだエピソード大好き。立教の入試に名前長島茂雄と書いたら、あとは白紙で合格したでござる。立教の教授たちには長島を決して指してはならない、というルールがあった。千葉県立桜高校括弧偏差値71、卒、演歌。やっぱ天才やんけ。常人には理解できない思考をなさるんや。偏差値71でアイリブインエド、はいかんでしょ。2番ほんと好き。続いて3番バッターが発表される。新入団のスーツ姿の貞岡に、洋服を着るのは初めてか？嬉しいか？洋服着れて。洋服緊張するか？などと発言。貞岡昌司氏はジャイアンツにドラフト1位で入団した名選手である。洋服初めてか？の時の貞岡のリアクション好き。ちな動画。動画は下にリンクを貼っているのでご覧ください。そしてスレミンたちは、長島さんの監督時代の選手たちとのエピソードをレスし始める。元木大輔に直々に守備指導をしていた際に、長島、元木、どうした、水を飲め、元木、素直に水を飲みに行く、長島、なんだあいつは、水ばっかり飲んで。長島、牧原が緊張するから完全試合の話はするなよ。牧原。石井和久大野ちゃんって言い続けてる。草。ガルベスをドミニカ出身ってだけでドミンゴと呼ぶ。ちなみにバルビーノガルベスが本名。阿波野と川口がブルペンで並んで投げてるとき、いいねえ、阿波口、と言ったとか。長島、ピッチャー鈴木。なぜか入木がマウンドへ。もちろん準備ができてないため打たれる。入木、鈴木って言ってたじゃないすか。コーチ、監督が鈴木って言ったら入木なんだよ。記者、松坂さんが風邪で休んだそうです。長島。インフレ？さて、次はいよいよ4番バッターである。千田光雄が酒気帯び運転で捕まったという話を聞いて死刑にならないと心配する。当時、飲酒運転の罰則や世間の認識は軽犯罪程度であった。その中でこのような発言、さすがミスターである。そして、長島茂雄を長島茂雄たらしめる強力なエピソードが投下されていく。ビートたけしとゴルフに行くって話になって現地集合に。たけしがゴルフ場に着いて、長島を見つけたから寄って行ったら長島が、たけちゃんじゃない、今日はどうしたの？って言われたエピソードなかったっけ。迷ったけどメンバー落ちや。サードなのにセカンドゴロ拾いに猛ダッシュしたことあるのほんとくさ。サードフライはショートに取らせたりな。
川上監督の演説聞いて感想文がよくわかりましたの一言。片方の足に靴下2枚履いてもう1枚ないと大騒ぎ。バット持たずに打席入ったこともある。敬遠の時かな？どれも、強力なエピソードである。しかし私が4番にふさわしいと思うエピソードはこれである。練習場に一茂を連れて行って帰りに忘れて帰った。なお練習だけではなく、自身の試合を見せた後も、長嶋さんは後楽園球場に一茂を忘れて帰っている。その回数も一度や二度だけではない。続いて5番、どんな長打が飛び出すのだろうか。夫人との初デートの際には午前5時に起き、デートコースを先に回って全ての場所を掃除した。初デートの話はちょっと素敵じゃない？天然だが素晴らしいエピソードである。結婚する前に妻とのデートを報道陣に追い回され、記者にいい加減にしてよ。僕にだってデモクラシーがあるんだ。とブチギレ。この辺もやばい。アナウンサーになった娘の長嶋美奈に、相手の言うことをよく聞くこと、自分ばかり話していてはダメだ、とアドバイス。道路のセンターラインを車の中心に合わせて走らなければならない、と勘違いしていて、対向車からクラクション鳴らされまくった。少年時代の一茂が危ないよと注意しても、聞く耳を持たなかった。ゴルフ場はこの道の右側にある、と覚えて車を運転していたが見つけられず、途中でやっぱり左側だった、と思い出して慌てて U ターン。しかしさっきまでの道を逆走しているのにずっと左側を探し続けたため、結局ゴルフ場にたどり着けなかった。最後だけ家族のエピソードとずれたものが投下されてしまった。ここから下位打線、6番バッターの登場である。好きな四字熟語を書いてとリクエストされて渡された色紙に長嶋茂雄と書いた。6番かっこいい。ほんまミスターやわ。苦労して持ってきてくれた記念のボールをスタンドの客に投げた。解説者時代、緊迫した試合でその後の試合展開について尋ねられると、興奮しながら、この試合は1点でも多く取った方の勝ちでしょうね、と当たり前のことを解説。ベース踏み忘れが原因でトリプルスリー逃したのは、らしいっちゃらしいというか。審判員にバントのジェスチャーをしながら代打を告げる。相手に指示がバレてるのを不審に思い、サイン盗まれてるのかと聞いたら、監督がバントの構えをしてるからですと返されたエピソードが好き。巨人との契約金ほとんど銀行に預金したが、どの銀行だったか忘れてしまった。確か石原裕次郎に、預けた銀行がどこだったかを調べてもらったんだよな。続いては7番バッター。アメリカでこっちの子は英語が上手いなぁと発言。フランス語の辞書を見て、英語にもそういうのがあればいいのに。1年目のルーキー、夢のドリームゲーム。このあたりも結構面白い。疲労から来る疲れもあるで。今年初めての開幕戦とかね。少年野球教室にて、球がこうすっと来るだろ。そこをぐーっと構えて腰をガッとする。あとはバーッと行ってガーンと打つんだ。松井に打撃指導してるとき、体を動かしながら擬音でズババーン、ババーン、みたいなのをずっと言ってて松井が苦笑してたわ。若手をすっぱだかにして素振りをさせる。腰をクイッと回すんだと指導し、子が太ももに当たってパチーンと音がするとそうだその音を出すんだと説明。天才の感覚は異質すぎるわね。さて、続いては8番バッターである。試合後、飲みに行く頻度が高く、就寝が午前2時になっても、起床は午前5時という生活を徹底していた。その生活について記者から質問されると5時間も寝れば十分と回答。数字がおかしいことにお気づきだろうか。長嶋さんにはこういうエピソードが本当に多い。長嶋、バッターの心構えは3つ。集中力と小さいことに気を配ることです。ワンちゃんは誕生日にホームラン打ってて羨ましいな。僕は誕生日にホームラン打ったことないんだ。誕生日には試合はない模様。今日初めて還暦を迎えまして。初めての還暦発言も割と不幸。120まで生きたら2度目の還暦は確かに迎えるんやけど。空振り三振した時にヘルメットが飛ぶように、わざと大きいものを使ってた。巨人の他選手のバットを見つけると、誰のこれ？いいバットじゃないか。と言ってそのバットを勝手に持っていく。誰かの100円玉を拾い上げて、僕のと似てる。そして続いては9番バッターの登場である。中日ドラゴンズの応援歌が売れていた頃、この曲テンポがいいよね。実はこれ、前に中日にいた坂東くんが歌ってるんだよ、と本人に説明。映画の宣伝か何かで散々褒めちぎった後に、私はまだ見てませんけれども、って言ったやつとか。遠征するため上野駅に車で向かったのはいいが、駅の真ん前に止めて、エンジンかけたまま電車に乗り込んだ長さん。川上の高級車借りて、いまいちスピード出ませんねって返したら、サイドブレーキがかかったままだったらしい。ジャイアンツの監督は大変ですよ。毎日がジャイアンツ戦ですから。これで全ての打線が回りきった。
ここからは天然面白でありながら、ミスタープロ野球の凄さも同時に感じることができる逸話を紹介する。遠征先の宿舎で土井正造と同室になり、早々と床につく長嶋茂雄。それを見た土井も安心して横になる。夜更けに突然部屋の電気がつく。長嶋が寝ぼけ眼でバットを持って立っている。土井、長嶋さんこんな夜中に何をするんです？時速150キロでフルスイング1回。長嶋、よし、この感じだ。そのまま再び就寝。土井、驚いて朝まで眠れず。24時間常に野球のことを考えて、常に進化しようとしていることがわかる逸話である。次に野茂さんこと、この野村克也監督とのエピソードを紹介する。野村克也、何も考えずに打席に立って、来た球を打ち返せるのは長嶋と一郎だけ。次はミスタータイガースこと掛布正幸氏が、野球解説者だった長嶋さんに電話をかけた時のエピソードである。掛布がバッティング不調になり、ミスターにアドバイスを受けようと思って東京遠征で自宅訪問していいか尋ねたら、掛ちゃんそこでバット振ってみて、言われたエピソードが好き。しかも割と適切なアドバイスをしたらしいという謎。そう、電話の前で触れ打て仕方なく振ったら、掛ちゃん右肩下がってる、それじゃ打てない、って言ったみたい。吉信も初めて指導した時フォーム見てなかったからね。今の音が出ればスランプ脱出だって言った。天覧試合のホームラン時のカウントを翌日聞かれたら覚えてなかった。それだけ集中してて無心であったと評価された。長嶋さんは天覧試合に滅法強く、打率が5割を超えていた。また昭和天皇が最初に訪れた天覧試合での逆転ホームランは今や伝説になっている。野球選手として一番優れてるのは長嶋茂雄やろ。ファンが見たいって思わせることができたのは、間違いなく長嶋茂雄が一番やと思う。今でも懸命にリハビリして、同じ立場の人元気づけてるって聞いて、別格やなぁと思った。ジジババが過酷なトレーニングしてるミスター見て、ワイラも頑張るかってやってるからな。このスレより3年後の2021年の東京オリンピック開会式に、長嶋さんは姿を見せる。脳梗塞で倒れほぼ寝たきりになり、コロナが世界に蔓延する中、それらに打ち勝ち、久しぶりに公の場に出てきたのである。この時、年齢は85歳。これも一つのミラクルである。もう長嶋茂雄のネタが若い世代に通じなくなってきたの怖い。そりゃ2001年までだもんな。監督やってたの。だからこそ若い人たちに知ってほしい。こんなすごいスーパースターが日本にいたことを。最後までご視聴ありがとうございました。やっぱりミスターは天才だ、と思った方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。